はい、大日曜事情さんの紅白サイズが29センチです。お願いします。はい、どうもこういう模様の声にですね、目が引かれてしまうのは気のせいなんでしょうか。なぜかこういう声にですね、特に目が引いています。やはりちっちゃい締め買いの鯉ですと、やはりちょっともう模様が難しすぎて複雑なのかもしれませんが、縦鯉ですとどうしてもなんとこの鯉が大きくなった時にどうなってくれるのかとか勝手な想像をして目に留まってしまいます。そして池の中で泳いでても、餌を食べに来ると必ず目に留まってしまう、そんな一匹ですね。非常におしゃれな、今回の中でもトップクラスなおしゃれな紅白ですね。なかなかこの切り込みがねそうですね、ないですよね。絵に描いたようなどうなってくるんですかね、いやまあこれはこれでちょっと長く見ててもう飽きないなというような紅白です。はい、よし、非常に元気です。大きくなってくるとまた見せ場が増えるんですよね。はい、頭も大きく、はい、横の模様もこれおしゃれですね。はい、こちら側も、はい、ちょっと麻酔が冷めちゃって、はい、お腹の方ですね、横も非常にいいです。はい、何とも言えない特徴的な模様ですね。ぜひとも大きくして、楽しんでいただきたいなと思います。体型も良く質もしっかりとした紅白です。はい、紅白ではありますけれども、どういう風になってくるか、そうですね、楽しみな、こんな模様をした紅白じゃないでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。